もうやっぱデザインの方向行きたかったんで、もう決めてたんで、してもうその時先輩、僕ずっと今では手書きで書いてたんですよね。手書きで書いてて、手書きで書いて、あとペン書きして、こういうデザインをお願いしましたけど、それだとね、やっぱ音楽なんかもそうだと思うんですけど、自分の思った通りできないですよね。作れないから自分でマック買って、ちょっと先輩がちょっとしょ、いて、先輩の方があのパルコの表紙とか、あと、ホットドッグとか、ポパイとかな、そっちの系統の。あ、懐かしいですね。そう、わかりますね。あ、ちょっとあのバブルのちょっとあの、懐かしいです、懐かしい。そういうの作ったら、すごい人、いや、でも、まあ、変な人じゃなくて、すごくいい人で、お世話になった人で、その人に教えても、いろいろ教えてもらって、あの Mac とか全部揃えたんですよ、だから、あの Mac の G4。そこからデジタル。そうです、デジタルで。はい、ただ問題が、まあ、高かったんですよね。今と違ってすんげえ出ました。30万。いやいや、もっとです。もっとです。あの、50、60、70。マジっすか。だって全部買いましたもん。揃いましたもん。ただ問題は、あの時選手やりながらだから、やっぱ朝、音楽なんか作ってると同じだと思うんですけど、はい、朝までやっちゃいますよね。まあもう止まらない。時間かけないですよね。はい、だからやっちゃいけないと思って僕やんなかったんですよ。あのオフシーズンの空いてる時だけ。ただ、あと問題は Mac。あの一応僕、大学ではコンピューター学習習いましたけど、昔でベータ箱みたいな、あれですよね、Amazon のでかい箱みたいなので、なんやこれって、これ、あの頭、あのなんていうの、四角で理科系しかやんねえっていう時代だったじゃないですか。だからマックスとかだから、だから Mac をもらっても、やばい。どうしたらいいんだろう。だから続きますよね。そんで先輩からね、汗くんこれやりなさいって、あの1週間できるマック、あのイラストレーターとフォトショーもらったけど、こんなもんやってられるかで、結局やんなくて、もうオブジェに買ってたんですよね。買ったはいい。買ったのに。だからそんな、高かったのに。高かったけど、そうなりますよね、最初。今みたいに手軽にコンピューターまだ触れる時じゃないから。そうですね。まあ、でもその時でやめて、やめたんですよね。ね、就職と違って、もう正直言って、もう最初から、もう大学も美大、そっちも行こうと思ってたんで、美大とか芸大とかそっち、やっぱり行きたかったんで、大学入ってからも、やっぱりそっち行きたくて、アートスクールに行こうと思ってたんですよ、卒業した後。だから、あの大学も、じゃあバイトやってたんですね、僕。あの横浜駅の近くの、鶴屋町の交差点近くのラーメン屋で、ラーメン屋いっぱいバイトやってたんですよ。あの鶴広って言うんですけど、この前もちょっと展示会やった時に、フラリアム鶴広というとこありまして、あの横浜ジムの近くなんですけど、あのそこでグーンって株乗ってこうやって配達して、そこで学費貯めて、もう親に目かけるの嫌なんで、入学金も学費も貯めて、そうやってやって、やっぱり行こうと思ってたけど、でも4年、大学4年の時に負けて、初めて負けたんですよね、このシュートってやつで。で、一応7月ぐらいから入学しようと思ったけど。ちなみに初めて負けた試合っていうのは、でもあの坂本に負けたんですよ。でもあの時は言い訳だけど、まあ言い訳、まあ何でも言い訳と取ってもらってもいいけど、初めての5回戦とかやるんで。まあ、大きく負けることもねえけど、今5回戦やることわかんないし、俺の今の技量じゃ、まあ、まあそれでいいやってぐらいで、まあ次につなげりゃいいやってぐらいで、でもそれでも言えるの、今俺頑張る、俺多分世界一とかない時代だけど、あアホだから思いますよ、そういうのって俺一番なれるやん、間違いない、俺一番なれるわ、思ったかな。やっぱり正直ってやっぱ初めて、二十歳までは適当だったけど、マジで腹を据えてやるようになってたんで、自分がこうなってるのは分かったんですよ、グーって伸びるっていうのは、これいけるわって。だ俺が行って世界一になって、ね、世界作ればいい。あとこの、あの、僕は音楽わかんないですけど、あのものづくりの世界って、土地食った方があってもできますよね。土地食った、あの、経験した方が面白いことできるもん。だからしょうがないから、まあ、今はあのスポーツ行って、ね、次 A 行こう、A 行こうと。でもその中でこうやってやっぱ選手やなかったけど、フェアブレッドして辞めるとき、もうそろそろさ、もともと気にしたのが大体30ぐらいでもう辞めようと、フェードアウトしようと思ったんですよね。はい。あと僕軽量級でそんなに運動能力高くないし、スピードも落ちるし、判断スピードも落ちるから、30ぐらいでトップ取ったらもうやめようと、一切やめて、イメージ的には、まあ、僕はそういういい環境、ちょっといい環境にはいますけど、あの実家とかも緑がいっぱいあって、海とかあって、そこの広いとこで適当になんかあれですよね、海があったりして、犬ころとか猫とかわけわかんないものがいっぱいいて、そこでお絵かきして、あと適当に運動とかするよ、そういうやっぱし、もう格闘技とか、あの首絞めるのとか辛いし、人の顔も殴りたく、殴って楽しいことないし、僕は本当そう思ってて、やっぱりだから、やっぱりどうしてもそれは脳裏にあって、その場合選手の時はもう命かける、一回一回全部命かけて、だからそれペロッとやめん時にもう、ああ今だなって。だから就職情報誌いっぱい買ったんですけど、読むじゃないですか、何でもスキルってありますよね、まあ、あと 何ができますか、そうそう、はい、やばい、何もできない、当時ってなんつうの、フォトショップできる人とか、そう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 、ありますよね、イラストレーターできる人、じゃ持ってる以上だ、 I have やだって I can じゃないオブジェになってますもんね
持ってはいる。やるからには一からやるつもりではいましたけど、うん、これ本物の大卒の1年目の大学でも専門学校卒でも最低限学習してからそっち行くけど、俺学習してなくて、あの基本的なデッサンはできる自信があると。でも機械いじれねえじゃん。あ、これダメだと。一回考えて、あ、どうしようかなって思ったんですけど、で、まあ、その時あと言ったのが俺が1週間行方不明だったんで、あとその時って確か大コーチって僕が球場長の時に面倒を見てた選手の、あ、山田学かな、大コーチかな、あ、山田かな、パンクラどっちかの引退試合を僕相手素役だったんですよ。それなりにも練習しないで犬がいちゃったじゃないですか。朝日はどうし、試合は組まれてたの、試合というか引退試合です。だから あれですよね、エキシビジョンですよね。それでも体も作んなきゃいけないけど、朝日は行方不明だし、どっか行っちゃったしで、遠征は怒ってるっていうしそりゃそうですよね、代表が消えちゃってるんだから。だからしょうがないからね、もう遠征には話しに行って、あの1週間ぐらいしてジム行って、朝日どうしたって全部話してくれた、分かってくれて、朝日分かったって、朝日これからもうちょっとできないから、いや、やっぱその関係は崩せないから俺はもう離れるよっつって、遠征今までありがとう、遠征よく切れるように思われてるけど話せば話せるんで、これからも頼むねっつって、でも1年前に言われたのが、朝日私も騙されてたって、いや、あんたも騙されたんかい、俺が早かったやろってことだったけど、それで聞く、ま、迷いもあって、いや、どうしてもそっち行きたかったんですけど、今単純にやっぱスキルの問題多少考えなきゃいけませんよね。まあ、そうですね、やっぱ時間必要なんで、今もやっぱやってないと、そこにプロとして生きるための、うん、で一からやる覚悟あるけど、本当の一からってこれ取ってもらうの相当難しいだろうって今って、うん、ってなった時に、ちょっと大宮の社長から、だからリンヤのお父ちゃんですよね、はい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 、呼ばれて、リョウさんさ、リョウさんジムやんなよ、やんなきゃダメっつって、大宮の社長から、やんなきゃダメっつって、中村光三オーナー、やんなきゃダメっつって、やらなきゃいけないって、はいはい、いや、本当に俺やる気なんて全くないんで、うん、だから僕ピアブレッドの時もあの時はエンセンと二手に分けるってこと僕 やんなかったんで、それでエンセンになったんで、うん、本当に気持ちがなかったんで、はいはい、僕やる気ないんで、でもやんなきゃダメって言われて、じゃあ、ちょっと時間いただけますかって。僕、全く休んでなかった。本当は休んでなかった、うん。ちょっと旅出ますと。はいはいはい、2週間か1ヶ月分かんないけど、フラフラして旅出たんですよね。うん、でそこで思ったのが、まあ、今の時だったら、まあ、僕、キャリア足りないし、キャリア、こっちの書くためのキャリア積むためにも、うん、まあ、半々でやろうかと。こっちは一からフリーとして、もう、ただけ、あれじゃない、もう書いて書きまくって、やりながらやろうか。だから最初から始めた時も、ここ始めた時はこれと、だから家も一つはデザインするための部屋、なるほどっていう形で始めましたね。だからジムの名前もよく言われたのは朝日道場的な、僕道場とかジムって名前が大嫌いなんで、はいはいはい、まあそれが悪いわけじゃなくて、なんかこうなんつうのかな、こう息苦しいんですよね、こうやってね。だからその中で、ね、プラス僕は永遠にやるつもりなかったんで、今でもないんですけど、これないったってやるときは一生懸命やるけど、それが永遠かっていうと僕にはそういう感情がない、考えがないんだから、名前も誰かに渡してもいいようにって考えたんですよ、はい、だから僕の名前なんか一切入れてないし、入ってないですね、うん、ね、思ったのはなんかねえかなと、ね、ジムっていうか僕そのなんか響きが違うんですよ、はい、正しいか正しくないじゃないですか、 なんか音楽でも響きってないですか。そうですね、これ説明がつかないです。違うんですよ、道場とか、まあ、ないんですよ、僕の中でちょっと気持ち悪いんですよ、表現が。なんとかなんかダメなんですよ、はい、でもやっぱりその時に、うん、思った、よし、やっぱり野球チームやなと。おお、なんかなんとかヤンキースとかじゃあるんじゃないですか。なんとか、それかもう一つ考えたのはサッカーのレアルマドリーみたいなのもいいなとか、やっぱそっちが入っちゃうんですよね。それ思ったのは、僕の時鬼人って呼ばれてるから、鬼人っていうとエキセントリックって意味なんですよね。切って入ってるから変な風に思われるけど、ちょっとそこに集中する人間とかそういうあれなんですけど、英語で言うとエキセントリックですよ ね。でも今度それをもっと思い切って分解して分けて英訳すると、木は鬼人の木を黄色の木にしたらイエロー、で人は人ですよね、なるほど、マン、だからイエローマン、はい、マンをマンを複数形にしたらメンだけど、これは図でメンじゃ面白くないからマンズやろう、ほう、鬼人の音から木と人がイエローマン、本当はメンダを図にして、だから今は逆にイエローマンズも ロゴを変えてハイフンに出て最後 Z にしたけど、もうあれじゃね、本当に遊び心、音楽の多分そういうことは似てるんじゃねえか、面白い、いやそれも東京だから東京だと、だ今変な名前あるけど、あとは英語でいろんなの使うけど、あと英語使うんだったら一つなんですよ、日本語英語、みんなが分かる英語、はい、たまに今
よくわからん、何や、覚えられないじゃないですか、覚えてもらえるもの。あのたまたまですけど、あのオープニングで使っていただいてる僕の曲、はい、ときめきラリアット、はいはい、あのラリアットとときめきとラリアットって意味わかんねえから始まってるんで、なんかこう、ちょっとなんかこう意味なんてわかんなくていいんですよ。今いちいち1から100まで意味あるとかそんなことばっか言ってるから面白くねえし頭悪くなるんですよ。だからある先輩にちょっとこれ言うと実名言うと怒られるからこれは言わねえけど聞いたんですよ。兄さんなんて、兄さん、あの僕らあのジム開くことになったんですよ。え、登るどこ開くんやろと、住所のあったら開こうと思うんですけどって、それええなと、そうか開くのかって、登る地形じゃねえかって何ですかって聞いたら、何が違うんですよ、ウグイス谷なんで、ウグイス谷って何なんですかそれって、吉原だよ、兄さん俺そこ行かないですから、登る男は吉原だよって、こんな人はいつかあのなんかこうなんか昭和でいつか呼び出して直接聞いた方がいいと思って言うとぶっ飛ばされるから どなたかは、こうご期待行かないですよ